ポール・ヘンリー・オニールは、アメリカ合衆国の政治家、実業家、経済評論家である、ジョージ・ W ・ブッシュ政権で第72代財務長官を務めた。1935年12月4日に、ミズーリ州セントルイスに誕生した。1954年に、アラスカ州アンカレッジの西アンカレッジ高校を卒業後に、同校で知り合ったナンシー・ジョー・ウォルフと結婚。 あとに三人の娘と一人の息子を設けた。翌1955年にモリソン・クヌーセン社の現場技師として就職するが、1957年に退社し、カリフォルニア州立大学フレズの校へと進学した。その後1960年に同大学で経済学の学士号を取得し、1961年に大液軍人局でシステムアナリストとして校職に就き、 1966年まで同局で勤めた。また1966年にはインディアナ大学で行政学の修士号も取得した。1967年にオニールは活動の場を行政管理予算局へと移し、主計官課長補佐、時間を経て1974年から1977年まで同局の副長官を務めた。1977年に ニューヨーク市の政治会社インターナショナルペーパー社の幹部として招聘され、1985年まで同社の副社長を、1985年から1987年までは同社の社長を務めた。1988年にオニールは、当時のアメリカ合衆国大統領ジョージ HW ブッシュからアメリカ合衆国国防長官への就任を要請されたが、オニールは、 この要請を断り、代わりに連邦会議員のディック・チェーニーを国防長官として推薦した。その後ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領はアンドリュー・ラマー・アレクサンダー、ビル・ブロック、リチャード・ウィルソン・ライリーらによって構成された教育諮問団の議長就任をオニールに熱烈に要請し、オニールは議長に着任した。オニールの指揮下で教育諮問団は 全国統一試験の企画を制定し、各自治体に対し統一試験の導入を鑑賞した。1987年にペンシルベニア州ピッツバーグのアルミニウムメーカー大手のアルコア社に会長兼最高経営責任者として就任し、2000年に辞任した。この間アルコア社の収入は15億ドルから230億ドルまで増加し、世界最大のアルミニウム企業へと成長させた。 また、オニールの個人資産も6000万ドルに達した。1995年には保守系シンクタンクのランド研究所においても理事長に就任した。オニールの公式肖像が2001年1月20日に、オニールはジョージ・ W ・ブッシュ大統領から財務長官への就任指名を受けた。オニールは税制政策の担当者として、マーク・ワインバーガーを租税政策担当財務次官補に、 つけ、相続税や増与税を中心とする税制の改革を打ち出した。オニールがアメリカ合衆国財務長官を務めていた2002年のアメリカ合衆国財務省の年次報告書によると、当時のアメリカ合衆国は5000億ドルを超える赤字予算に直面していた。さらに同報告書によれば、将来の世代への負担を回避するためには急激な 増税や大規模な歳出削減は不可避であると試算された。この試算結果は2003年に公表された2004年度の年間予算報告書からは省かれていた。オニールは政権内部でも遠慮なく物事を述べ、しばしば政府の方針とは異なる意見を報道陣に漏らすこともあった。オニールの軽率な発言については与党の共和党内部からも批判を浴びることとなり、 2002年12月31日に、オニールは財務長官を辞任した。アメリカ合衆国の多くのメディアからは、減税や、さらなる景気刺激策に対して、消極的だったことを受けての事実上の更迭と見られた。公認の財務長官はすぐには指名されず、ジョン・スノーが、翌年の2003年2月に就任するまでは、ケネス・ダム財務副長官が代行を務めた。 財務長官退任後に、ジョージ・ W ・ブッシュ政権の内幕を描いた、中世の代償を出版した。政権発足当初からイラクは、攻撃目標として議論されていたアメリカ共和党、恩恵派である自分やパウエルは、政権のイメージ工場に利用され、やがて意見の相違から次第に、政権内で孤立していく過程を克明に描いている。2020年4月18日に、肺がんのため、 ペンシルベニア州ピッツバーグの自宅にて亡くなった。84歳であった。ありがとうございます。